お晩でございます。今日は2023年2月の18日ですね。字幕を消さないと。これじゃあ、ウルティマ行ってきましょうか。これか。もうちょっとね、安定させたいですね。あれ起動しないな。せーの、ふい。1、2、3、1、2、半分か。最後のメッセージスキップ、 あれだけでも早くなれば。あ、しまったしまった、戦闘モード解除できなかった。で、格付きのタイミングがずれるんでうまくいかないと。せーの、ふい。1、2、3、1、2 半分ぐらいか。あく手首が滑って操作ミスった。今取れたか。まあまあ。I will come through the black gate now. Do not let him near. ああ、ミスだ。ああ、ブロックと置く場所間違ってますよ。右側に置きすぎたね。壁の中に置こうとした。ちょっと手首が滑るあらかじめ汗を拭くべきですねまあこんなもんでしょう。まあ一番最後のメッセージ飛ばし、ちょっと連打早かったけど、それでもそこそこ早くメッセージ飛ばしはできてたんで、あれかな、やっぱ左右の開始直後、メッセージ飛ばせるようになってからの左右の連打の速さと正確性なのかな。ちょっとまだ細かい部分が把握できてない。言い方変えればあれですか、研究不足的なやつですか。さあ、地獄のルナ行きましょうか。今日で3回目か。どこに行けばいいのか分かりません。 TNS への、あ、業務お疲れ様です。また後ほど W ね、一番終わりにもやる方向なので、ね、こんばんは。適当なタイミングで、ね、できればお願いします。あ、おまでございます。ちょっと本当ウルティマセブン、ね、ポイントポイントうまくね、練習すべきポイントはわかるんだけどなかなか難しいですね途中でセーブできればな、できると思うんですけどね。あとステートできればさらに調子よくうまく練習できるんですけど、なぜかウルティマセブンステートするとバグるんですよ故に難しいというね。まあ、いっか。ステートできないんですね。
そうなんです。一応ステートは聞くんですけど、ロードすると操作不能なんですよ。謎な挙動になっちゃうんで、ステートを使い物にならないと。バグってもいいから、最後のメッセージスキップの最適速度が減少できるだけでもいいんですけどね。そうなんですよ。でもステートすると移動すらできないんですよ。故にやりようがないというね。まあ、あれですよ。RTA のイグレーションにある GOG 版の古いドスボックスだとおかしくなる可能性が高いんで、今の DOSBOX のオリジナルの最新版か、なんだっけ、2つポートがあって、ポートというかフォークがあって、モダンな GUI ついた DOSBOX X ってのと、あと、最新環境に対しての最適化進めた、何バージョンだっけ、ステーブルじゃなくて、まあなんとかバージョンってのがあって、そっちだったらいけるんじゃないかと思うんですね。検証してないですけど、なのでね、あでもまあいいのか、あの RTA やるわけじゃないならば、そういったところフォーク使って試しやすい方でやった上で、それであれか、 GOG 版やればいいのか。最新版の DOSBOX で検証環境を作る方法ですかね。それいいですよね。一応最新にすると若干隠す気も収まるような気がしないでもないんで、いやでもあれ気のせいだった気がするな。もうエンジン自体の仕様として隠すくんですよね、1秒に1回。なのでさすがに隠す気はどうにかなんないにしても、ステートができるだけでね、試しようが、検証の仕様がありますからね、検証できるようになりますからね。DOSBOX って定期的にアップで続いているんですか？そうそうそう。DOSBOX 意外とやってますね。オリジナルの DOSBOX 系統はほぼほぼGOG が手が入れてるやつだけですけど、意味がありますね。そうそう、そこだけでもほんの 0. 何秒速くなるんで、一番簡単にできる、ね、速度アップって点ではやる意味十分あるんですよね。あとはテクでどうにかって速度上げられるとことですけど、メッセージスキップに関しては技術云々以前に仕様がまだはよく分かってないっていう、ね、段階ですからね。故に試す価値は十分ある。あとでちょっと作っとこうかな。ああ、DOSBOX オリジナルはあの GOG 版がほぼほぼ試す手を入れるぐらいなんですけど、聞いてみましょうか W。 意外と答えてくれそうですね。恐ろしいですね。あの DOSBOX X とあともう一つの方はほぼほぼ毎日更新してますね。なのでそちらを使えば、あるいはですか、チャット GTP フルテマ 7RTA の最適化、スタート直後のメッセージもスキップというか速度上昇は狙えないんです。あれはあの自動進行なんで、あれ介入しようがないんですよね。なのでパソコンを速くするのはもうイベント自体をスキップする方向を狙うしかないのかなって感じですか。パソコンはシャミノさんと相方が強制的に喋っていて、強制イベントで
ですからね、その強制イベントがあるがゆえにその後のメッセージっていうか、その後のあのアバターとの主人公との会話メッセージを飛ばすことができるんですよ。あの強制イベントの時にマウスの入力バッファさせといて、で通常の会話イベントが発生する前に介入しちゃって、マウスの入力が介入するがゆえに、あの通常モード戦闘モードの切り替えが可能になるが可能になってメッセージが飛ばせるっていう流れなんで、下手すればあそこ飛ばしちゃった場合通常の会話メッセージが発生しちゃう可能性があるんで難しいと思います。でも本当飛ばせたら早いですよね。冒頭のあれ、主人公が現れる瞬間までのあそこ、あれだけで十何秒かかってますからね。なかなかめんどくさいですね。本当あのメッセージスキップとか発見した人すごいですよね。あ、ちなみにそのメッセージスキップ のテクをあの裁断部屋でやろうとすると、あの操作不能になったりするんでしたっけ。昔やったことありますね。でもできるのかな、下手すればいけるのかな。あのガーゴイルさんが喋ってる時にマウスバッファさせて、で会話が始まる寸前にメッセージイベントのスキップに介入したとしても、うん、ANY だからレギュ違反にはなりませんもんね。そうそうそう、全然あのずるいことしてませんからね。いやずるいことだけど、何やってもいいカテゴリーなんで、むしろやれってやつですね。できるものならどんどんやれっていう、そういうカテゴリーなんで、ね、むしろ、ね、発見したら褒められますからね。よくやったですね。まあ、ほんと飛ばせる場所としては祭壇部屋のガーゴイルさんのメッセージの後、あの高速スキップしてるところ、あそこぐらいですけどね。でも本当はできそうな気がするんですけどね。難しいのかな。まあ新しいというか、新しいドスボックス環境でテストできるようになったらば、いろいろやってみましょうか。ステートできれば試しようがありますからね。毎回毎回一からやんなきゃいけないのはめんどくさいんで。チャット GTP か。そういえば昨日あの紹介してもらった画像生成試していたんですけど、うちの環境だとクラッシュ多発しちゃってまともに画像が生成されませんね。できたとしてもうーんっていうね。時間めちゃくちゃかかるし、ちょっと私は挫折しました。いやー、ほんと GPU の速度大切なんだなーってね、ものすごく感じました。あとうちの VRAM 8ギガじゃなくて6ギガでしたね。うん、まあもっと軽くなることがあれば改めてですか。いや、ほんと導入簡単でびっくりした。よし、まあそんな感じでいきますか。チャット GDP ほんと適当なことを言いますからね。答えを知っていて質問した場合だったらば分かるんですけど、あ、嘘ついてるなって分かるんですけど、それをね、知らないで話を聞いた場合、これはいろいろやばいなって思いました。なまじあの、Bing 版って出典を示してくれるんで、それを確認しないと、大幅短縮を狙う余地としては、最初版のイベントスキップかもっち近いデバッグ部屋への移動可能場所を探すいですもんね。そう、本当、それできれば早くなりますよね。今、街の端っこまで移動しなきゃいけないし。512で1生成、1分くらいかかるね。私もっと大きいサイズでやってた。さすがに512ちっこいなと思って、 1024×1024 とかでやっていたんで、だからか、だからめちゃくちゃ違くってたのか。逆アセの旅が始まりますか。W 逆アセンブルしても、あの私読めないから無理ですね。
やるとしたらあれですか、メモリの内容を見るとかですか。本当もっと近場のデバッグルームへの侵入、ね、侵入場所を発見するのがいいのかな。もともと近くの家にある屋根の上の煙突、CHEADMGINE の出番でしょうか W。 なるほど、速度変更ツールか。もしくはチートエンジン、もしくは何でしたっけ、ウサ耳ですか。あの辺を使ってインチキでしょうかね。いろいろとできますか。チートエンジン、どちらかといえば速度変更ツールってイメージですけどね、えやってることはウサ耳とほぼ変わらないか。うん、そう、チャット GDP は、いや、ほんと結構やばげな回答しますからね。私見て笑ったのはこれですよ。ブラウザ。あれ？取り込めないな。あっちは。こうか。こっちか。例えば、シンクロン、システムとは何か。ブライガーとかのあれですね。介入可能な場所の探索目的でツール回すのはありかもですね。うん、ああ、それで何か共通するものを見つけられれば、それでね、他のものを見つけられそうですもんね。ここは合ってんですよね。なんですけど、あれ？この下が出てこないな。この別なとこだと、ビングのとチャットグプとは同じもの？エンジンのバージョン違いますね。チャット GTP はバージョン 3.0 ですけど、ビングのは 3.5 ですね。FC ドラクエとかフルタでメモリ内容を解説してましたけど、呪文ですね W。 なんかとは一回質問間違えてる。シンクロンシステムとは何ですか。はい、メモリ内容を解説してましたけど、呪文。あれはすごいですよね。ファミリーベーシックとか使ってね、特定のメモリーを書き換えるとかね。あれはすごいと思う。あ、前に聞いた時と違うな。前はこの下に大嘘が並んでいたんですけど、並ばなくなりましたね。まあいっか。まあよしとしましょう。うん、なんで相変わらず嘘が多いから気をつけましょうと。うん、ビング版のいいところは出典が示されるのと、それとデータベースがビングのシステムとリンクしてるんで、ほぼほぼ最新のデータとを、最新のことを聞いても答えてくれる、そのぐらいでしょうかね。チャット GTP は2年ぐらい前でしたっけ。1年か2年前のデータなんで古いんですよね。故になかなかよろしいと。ちなみにプーさんでジョークを作ってと書くと怒られます。あ、そうそうそう、出典元が出るんですか。そうそうそう、この下、この下に出てるこのビングとか、この辺のリンクが出典元が示されるんですよ、こんな風に。なので一応検証ができますね。ほら、これはシンクロンシステムって主役だな、これ。関係ないけど。まあこんな感じに一応出典が見られます。うん、プーさん、うん、でジョークを作って、
あのキーボード今立ててあるんで親指で入力してるんで遅いです。あ、エラー入ってるこうなったらば一回リロードして、CHATGPT がナンジェイミン区長に改造されてるのは草、うん、それはそれでそれはそれでありじゃないかな。あ、私が聞いた時と違う、プーさんでアネクドートを作ってた。あとそもそもこれ違うな、ジョークを、そういう質問を作ってというと強制ではないので、うん、作成せよと命令するのがコツです。 W、 なるほど。でもそれやった場合でも多分答えは、あれ、これ普通に答えてるな、違う、だったらばキーボードを立ててと本当に入力しにくいねプーさん、ちょっとアネクドート、あーっとで、アネクドートを、いいですね。個人サイトとかだと他サイトにある内容を文章だけ変えてることが多く、出典元がないことがあるので、そういうところは信頼できそう W、うん、そうそう、一応あの内容に関して検証できるんですよね。で見ると、なんでそういう風に解釈して書いてんのとかね、むちゃくちゃな解釈することあるんで、こういう自分で見て確認するのは重要ですね。作成せよか、そういうやり方があるんだ。うん。あ、普通に出てる。なんで？私前聞いた時には答えてくれなかったよ違う、私が知りたいのはこういうことじゃない。私が見たいのは、違う、こうか、私が聞いたのはこういうことだ。機密情報も教えてもらえるのでしょうか W なんかやってましたよねこれこれ、プーさんに似てる人を使ったジョークを作ってって言った場合にこういうふうに答えたんだ私の質問が悪かったですね。はい、うんこういうふうな感じですうん、まあぜひご自身でプーさんに似てる人のね、ジョークを作ってとか聞いてみてくださいなるほど、自分の質問を完全に忘れてました。はいじゃあ行きましょうか機密情報は、あの自分のあなたのコードネーム教えてとか普通に答えてくる、いろいろと MS 内のネタが公開されちゃったみたいですね。よし、まあまあそのうち普通に誰でも使えるようになるでしょうから、ぜひともお試しください今はあのね、使いたい人の登録リストに加えればそのうち来るみたいですけど、私は登録して2日目ぐらいできたんで、結構早めに使えるんじゃないかな。まあエッジ専用ですけど。あー、そうか、ここの奥まで6階行こうってやつか。うん、違う、これデフォルトが魔法になってるのやめてくんないかな。
私的にはプーさんに似てる人っていう内容を理解してるのが好きですね。右下に向かっていけばいいんだったかな。ちなみにスマホ版のやつは登録してるんですけど、未だ使えるようになりません。使いたい人が相当多いみたいですね。しか動いてないんですけど話のネタに使いながらキャッキャしたい人が多いんでしょう W なるほど、私もネタに使えたからもう十分満足ですねまあ普通に使ってますけど、本当意外に便利なところとどうしようもなくしょうもないところが混じってるんで、これやばいな。一般誰でも使えるように一般公開されちゃった場合に、チャット GTP は全て本物こと言うような、レトロゲー伝統の一体かこれほんと昔のゲームですよね。メガテンかよって。意外とつらい。本気で信じちゃう人が出てきそうで怖いですね。昔いろいろむちゃくちゃなこと書いたって問題になった、あの医療系まとめサイトみたいな感じですかああいったのが普通に起きそうで恐ろしいですね。回答がやたら長い場合、途中で切れちゃうことが普通にあるんで、それが残念ですかね。長い。魔法使ってるようだとあっという間に魔法切れますからね。 MP が自然回復全然間に合わないし、円価が高すぎて
と、あと魔法が名前が分かりづらいね。効かない敵に対して物理で頑張るとかね、そういう類のゲームだと思うんですけどね。あの選択肢の十字プラス中央の選択の中央が魔法で、デフォルトが魔法なんですよ。あれ？ありかなしと問われたら、まあありという程度の不定期コーナー。今日も即あの時間です。安心ないか、回線案件を茶番扱い。リンク、リンク、どんどん締め上げよう。 W、リンク、安心外科、ブークスクスクククク、リンク、安心外科、条文につき、以下省略。また何か面白そうなことがあったっぽいですね。うわー、キノコに全然効かない。あの、キノコに、菌類に雷とか当てると、生育が活発化するような話もあるんで、ねえ、雷当てると分裂するとか、そういったのでもいいんじゃないかな。しいたけとか栽培するときに電撃当てたりとか衝撃与えたりしますよね。そういうネタをもとに、ちょっと エンカウントどうにかしてくれ。逃げた。ここから下かな。ちょっと多いな。やっぱりターンで MP 回復してほしいな。このゲーム装備とかもないから、 MP 回復の装備、武器防具とかね、そういったものを期待できないし。いや、これ下かな。多分これマップの右端だと思うから、このまま下行けばいいんだ。敵が逃げられないっていうのも なかなか独創的というかね、独特ですよね。
っとひどいなこのゲーム。まあレベルが上がっても得られる経験値が固定なんで、そこぐらいがまた救いですか。一定以上レベルが上がっちゃうと経験値がもらえなくなるシステムだったらば、戦うだけ無駄っていうね、そうなっちゃいますからね。あ、やった、ここだったのかい。わかるか、これほんとひでえな。まあ今ここでイベントが起こってからね、後から後出し言うならば、薬草を取りに行った人がまだ帰ってきてないっていうのが、あれがヒントだったとは言えなくもないけど、セリフの内容が行く前と一回会ってから帰って話しても内容が変わっていないっていう点でダメだと思うんですよ。このゲームは。ブルーン先生となんだ、おじいちゃんじゃない、こんなとこで何やってんの。いつにも増してレナは気が悪いの。ラルフ先生がバルアっていう女に操られてるみたいなんです。バルアって言ったっけ。どうせラルフ先生はその女に惚れただけじゃないの。雷でというより雨を伴う落雷などによる水分と振動により刺激されて活発になるって原理ですね。だから栽培の場合は人工的にどう条件になるよう丸太を水に一定時間沈めて丸太を地面に落として衝撃を与えます、うん、あ、だからあれなんか機械とかで持ち上げて地面にぶん投げるようなことやってたんだ。あれって内容的に同じことなんだ。なるほど。電気による刺激じゃないんだあれ。ありがとうございます。断片的な記憶で適当に言ってました。ありがとうございます。私の発言はチャット GTP ですか。ありがとうございます。へえ、なるほど。本当よくそんなの気づきますよね。なんか雷落ちた周辺でキノコがやたら発生してるとかね、そういったのは昔からあったみたいですけど、そこから条件をね発見するってすごいですよね。いや、ありがとうございます。空を飛べる女と聞いて、もしやそうではないかと思っていたが、お知り合いですか。先ほどのお話の通り僕の薬で。ラルフ先生はキャツに操られていると見て間違いないじゃろう。そういえばこの森に あの幻覚作用がある特殊な薬草があるという話を聞いていたんですけど、それはどこに。早速手を打たなくては。頼みましたぞブルン先生。うん、やっぱりしてたんじゃない。最初から手伝ってくれればこんなことにならなかったのに。ひどい言われ上司や。言われようじゃ。まあそれはともかく、お前さんたちもブルン先生を手伝ってくれんか。言われなくてもそうします。そう責めんでくれ。その代わりと言ってなんなのじゃが、この魔法を教えよう。きっと役に立つらしい。お、ありがとう。サイスエア、あー、空気の切り裂き系の魔法ですか。ん、これおじいちゃんと戦闘じゃないよね。あ、普通の戦闘か。おじいちゃんに接触して決定ボタンを押した瞬間に設定戦闘になったんでびっくりした。どっちだけかよ、ケチくせーな。ねえ、せんざんざん迷惑かけてんだから他のままもいっぺんに教えてくれればいいのに。別にヘルモンじゃある前にね。あとなんか合体魔法があるって話なんで、それを教えてもらうでも全然よろしくてよ。これ敵は 100% 逃走でいいんじゃないかな。そうすれば戦闘は短くなるのに。あ、サイスエア使ってみればよかった。
でも今一番欲しい魔法はダンジョンから脱出する魔法。みんなでそう攻めんでくれ。わしとて好きでこんな状態にしたわけではないんじゃよ。じゃあそのまでの過程を詳しく。せっかくだからとか言ってこの男女の底まで送り届けてくれませんか。あ、再生3だ。単体かよ。ちょっと後ろにやるか。物理でいっか。せっかくだからと言っていいのは、扉を選ぶときだけですよ。この破壊扉を選ぶぜ。コンバットなんとかさん。RTA in Japan で見て、ねえ、あれ意外と面白いのかもしれないと思ってしまったんですが、それはやっぱり罠ですか。絶対やったら後悔するゲームだと思うな。いや、やっぱ単体だよね。まあ、殴った方がいいんじゃない?そうか。電撃で増えるんじゃなくて殴ると増えるとか。ゲーム歴史を学ぶ上では外せない教材でしょうか、ダブリン。ネットミームに回ってるゲームを遊ぶというのは確かにねえ、一ゲームプレイヤーとして一教養的なものですか。エルシャダイ遊んでいろいろと得るものありましたからね。あれ意外と面白くないっていうね。予想外にゲームが中途半端だ。徹底的に効率的な動きをしているからこそ、無駄な部分がなくなって普通のゲームのように見えているだけだぞ。普通にああいったあの最適化プレイをしない場合にはやっぱただただ世間一般に言われているようなゲームという認識でよろしいんでしょうかね。RTA ジャパン見る限り、あ、あった。見る限り、あ、またあった。あれ?ってなんか普通のゲームだな。いや、意外と面白そうだなってね。そう思えてしまったんですが。罠か。ああいうゲームを、ねえ、アーカイブ的なもので公開してほしいな。あ、まあ全体攻撃した方が良かったか。まあどっちにしろ2人で殴らないと倒せないか。これ物理で範囲攻撃ないかな。まあないんだろうな。そもそも武器防具の概念ないしね。つまりはこのゲームは本当レベルを上げて物理で殴る。罠あ。特殊な発声イントネーションですね。作法的なやつですね。どこのゲームエンカウントどうにかなんないかな。あ、レベル上がったから MP 全開だ。魔法で一撃できるようになった。前は全体攻撃で一撃だったけど弱い方の攻撃でも一撃になりましたね。精神上がったがゆえの効果か。
多分これ左かな。画面右下の説明書、相変わらず適当にスマホで撮って画像を明るくしただけなんですけど縮小すると意外と普通に見られますね。なんか微妙に歪んでたりするんですけどね。ライあとこれ攻撃回数の概念もないんですよね。あー間違った、やっちゃったけどなっか。そういえば前作のあの林原めぐみのキャラクター杖とか持ってましたよね。この人たちは杖なしで魔法使ってるんだ。そうだよな、あの装備にね棒がなくても杖だけあればね、それだけであの通常魔法を切り替えられるし、そっちの方がいいじゃないかな。魔法は魔法で合体魔法とかいろいろ便利なものがあるから使い道あるし、通常の雑魚戦とかはこうやって素手で殴るんじゃなくて杖の魔法でどうにかするとかでいいんじゃないかな。ルラのシステムを活用できてない例ですか。私が見逃しているのかもしれませんが、まだボス戦はない感じですか？うん、ボス戦は1回だけありましたね。あのさっき言ったあの森の奥で先生があのレッサーデーモンに襲われてるってイベントがあって、それでレッサーデーモンを倒したことがあるんで、多分それが一応のボス戦でしょうかね。まあ楽勝でしたけど、経験値がね結構強いのにたった15しかもらえなくて、雑魚数回倒したのが強い経験値もらえるっていう素敵な戦闘でした一応はあれボス戦といやボス戦かね、まあボスというか現段階で明らかに強い敵なんでボス扱いしてもいいかなって感じのボス戦だ
だと思いました。ちょっとセーブしようか。ここ？ん？違う。これあれか。マッドサイエンティストのとこだ。あ、いた。私にも手伝わせてください。君たちは危険だからと言っても納得してくれそういないな。水臭いわよ。私だって手伝うわよ。そうだ、私たち友達じゃんか。爆発を誰に押し付けるかですか。じゃあ君たちにもこの薬を渡しておこう。あ、喫煙薬ってことは戦闘不能回復？あ、ディスペルか。かけられた魔法を解くことが、うん、イヤソン道場で男の子たちが暴れてるみたいです。ああ、これで使うのか。戦闘中のディスペルじゃなくて、魅了的なものを解くやつね。しまった、間に合わなかったか。行ってみましょう。じゃあ、あとは私たちに任せておいて。不安だけど仕方ない。この調子だと今度は少し多めに薬を作らなきゃならないし。うん、ほう、一体どうなってしまうのかしら。すごい、何の言いもないセリフだ。大変結構。どうなっているんだ。おい、シナリオライターもうちょっと頑張ろう。一体何が始まるんです？どこだっけ？確かこの辺にあったよね。これか。ああ、そうだそうだ。回復してもらってから行こう。 W。 そうだ、忘れてた。なんか雑魚戦ずっとやっていたから回復っていうことを頭から抜けていた。じゃあトリエル先生に回復。あ、しまった、こっちが正解だった。やっちまった。わだ、はめられた2だ。なんだ、森様たちに殺されに来たか。来たっすか。来たのかい。こいつらのせいでみんな手が出せないでいる。迷惑なんだから。あの薬飲ましちゃえば、ついでに性格が変わっちゃえば儲けもんだし。そりゃ乱暴だよ。別に死にはしないって人の裸を平気で覗くやつにお仕置きするだけ。ああ、そういえばそんなのあったね。ああ、もう物理すごいすごい、何のためらいもなくグーで殴っていってる。これでよし、一つ片付いてもね、いいのかな。すごい、洗脳の治療は拳一発ずつ慎重にですか。ほい。なんか主人公の数少ないですか。ですよね。なんか一人だけ若干常識人のような体がしてるから、二人のね、むちゃくちゃっぷりが浮いちゃって、カウント影薄いですね。唯一の見せ場が、入れ墨じゃなくて体になんか塗ったがられるときに裸になったぐらい。それぐらい。怪獣物理。ねえ、なんかいろいろすごいですよね、このゲーム。いや、なかなかいいキャラですね。あ、ちなみに CV は、白鳥ゆりかな。喋ってほしいですよね、こういう見せ場にね。こいつを倒さないと中に入れないわけね。まともに戦えなくてイライラしていたんだ。ちょうどいいや、やっちまおう。ってことはまたレッサーデーモン戦か。で、3体いるんだけど、まあやるしかない。うん、
すごいな、聞くな、言って。一番弱いのを狙う。まあ確かに正しい。 あとこうやって重なっちゃうと、一体どれに対してさっきまで攻撃したのかわからない。いや待った、これ回復しないとダメでしょ。ない、いいよ。炎耐性ありますよ。ファイアボールかい。あ、ナパンボムか。うん。で、どれ狙えばいいんだ、こいつ。よし、やった。魔法使うとき固定の軸に移動するんだね。こっちかな。もあるから使ってみようか。あ、ダイブアタック忘れていた。あ、強いね。とはいえたった45経験値。歩けない。何の夢を見てるんだ？泣いてる。ちゃんとうなされてるみたい。どういうこと？息はしてるけど身動き一つしない。やりすぎたかしら。つまりこのうなされてる状態がまさに狙った状態なんだ。なるほどね。手加減ってやつですか。早々にバレワ様の軍門に下るのだ。先生、あなたは正気なのか。まあ一応はね、最もどの状態をして正気というのかにもよりますかね。存在するかどうか、うん、そもそも正気なんて状態が存在するのかどうか疑わしいと思いませんか。めんどくさい人だな。やめてください。ここは危険だから早く逃げるんだ。セーブしてないんで逃げさせてください。またお前たちか。せっかくバルア様に見逃してもらったというのに。何をバルア、バルアって。ナルフ先生はあんな女と私たちのどっちが大切なの。お前たちは何を言ってるのだ。大切も何も。よし、薬をねじ込め。混乱してるみたいね。今のうちに薬を。よし。はい、うん、カシャーンって言ってましたね。何も投げなくても。学園長、体が動かない。少しばかり楽をさせてくれるとはのはいいけど、ここまで来るとちょっと目障り。そこでおとなしくしてなさい。ふふふ。さて学園長さん、こうしてお目にかかるのは初めてだったわね。私はバルバ、早速だけどこの遺言をいただくわ。そんなことはさせない。人間の言うことは皆同じ。少しは気の利いた返事をできないのかしら。戦闘の見せ場すら作ってくれない W。
これポーションの、ね、効果で倒れたんじゃなくて、あのポーションぶつけられたから気絶してるんじゃないですかね。これ解除されてないですよね。それに私はお願いしてるわけじゃないのよ。魔族よ、なぜ遺影をつけ狙う。そんなこといちいち親切に教えてやれる言われはないわね。まったくだ。さあ、家の秘密を教えてもらいましょうか。そうそう、抵抗しようなどとは思わない方がいい。このチビどもが大事ならね。むう、卑怯だぞ。学園長、なるべくその両方が無事なような選択肢をお願いしたいんですけど。よせ、やめるんだ。ふふふ、そうはいかないわ、学園長。さあ、あなた自身の記憶から情報をいただきましょうか。あ、なかなか便利な魔法が。ほう、なかなか興味深い映像。この男は。グレン、まさかグレンが、奴がこの島にいるのか。ついでに説明していってもいいんですよ、魔族さん W。ねえ、こういう時にはね、ここぞとばかりに聞いてもいないことを根掘り葉掘り説明してくれるんじゃないの。説明してくれる するわけがないっていうのが、リアリティはあるかもしれないけど、ゲームとしてはどうなんでしょうね。いちいちうるさいわね、この忌々しいチビが。グレンが存在する健在となると条件が変わる。念のためここは一度引き上げておきましょう。逃がさないぞ。テレポートは肌にトモじゃなくてショートテレポート的な。うわー、なんか空中戦やってる。これはもしかして本当にドラゴンスピリットをやるのか。人間め、いい加減にしろ。この魔法力はヤスか。誰、グレンのおじいちゃん。エリー大丈夫か。どうやら私、町の生徒たちを散々いたぶってくれたようだな。グレン、お前がこの島にいたとはな。分かったのなら言えんからされ、今のうちに多めに見ないこと。アンパンマンみたいな飛び方してますね W。 なんかいまいちかっこよくないですよね。手のポーズがすごくそれっぽい。今来たですが、クライマックス感、いやー、一応序盤の盛り上がりポイントなんでしょうかね。少なくとも戦えるようになったってことで。グレンのじいさん。赤の魔法使いってやつですか。やばそうですね。赤の、ね、灰色のガンダルフ的な感じで、グレンのグレンさんですか。今のうちなら多めに見ないこともないぞ。のこのこと姿を見せるとはちょうどいい。今ここで決着をつけてあげるわ。随分と自信があるようだの。わしにはだいぶも疲労してるように見えるか。ただのスカウトマンではなかった。ねえ、なんかその辺放浪してる洞窟マニアのヤバい人じゃないんですね。お、アニメか。何これは。あの時のイエンの魔力、お前一人では少し荷が重すぎるのではないか。何を言うか。まあそう生きり立つな。どうだ、この伝説の悪魔城で我と共にイエンを手中に収めようではないか。悪魔城、伝説の。そう、これがディーナのね。そんなことさせないぞ。さて、伝説の悪魔城の力、とくと見せてもらおうかしら。いや、今日は引き上げる。焦ることはないの。悪魔城 D の力をもってすれば、イエンを落とすことなど、たやすいこと。その言葉、信じていいのかしら。信じずとも間もなく目にすることになるだろう、D の力を。
沈むんだ。悪魔城伝説指紋とかが出るんですW。 悪魔城っていうとそういうイメージしかないですよねなかなかネーミングがどうなんだろうか。やれやれ消しかけすぎたかの。しかし最悪の組み合わせ、面倒なことになりそうじゃ。ちょっとエリー大丈夫？顔が濡れて力が出ない水に落ちて、ペイントが落ちて魔法力が安定しないとかそういったものないの？アンパンマン的なやつですね。顔が濡れてただ塩水に、ね、海に落ちたら塩味が追加されて変なバフがつくかもしれませんね。なーに、落ち込むことはない。あの女のせいじゃ。あいつは魔族じゃ。人間とは違う。おじいちゃんでもしかして魔族なの？違うわいじゃあどうして魔族と知り合いなの？魔法学園の先生なんでしょ。三人に責め立てられるのが最近一番心臓に悪くてな。またそうやってごまかす。とりあえず赤魔女とバルアのことは秘密だぞ。みんなには心配させたくないからの。あ、これで2勝終わり。電撃大作戦。アンパンマンは海に使ってもデバフだけですよ。あ、そうなんだそんな仕様なんだ。じゃあもっと人数を増やしてやろうか。3人以上なら心臓にも悪くないだろう、W。 常にプレッシャーを与えておくことによって強化されるかもしれませんしねもっと増やしましょうか。でも最後までなんか3人っぽいんだよなこのゲーム今日はダディス先生のテストの日。どんなことをするんだろうと、また話が飛びましたね。友達同士で化粧しなさいってことじゃないの？そういうものなんだ。化粧なんて大人になってからすることだと思った。バカね、普通の化粧なわけないじゃない。魔法、化粧魔法習ったことをちゃんと覚えてる？セニア、化粧魔法って結構珍しいですね。ズンダモンは TAS さんの技術で3人に、それは特殊なことをすることによって増えるんでしょうかねやばいですね。いや待て、指示する先生は決まったのか、この化粧術師の人でしたっけ、あの認知症が始まってる人、この人が一応自分たちの師匠なんでしょうかね。あとあれか、3人に増やすってのはあのタスマニサのネタか何のことかは一瞬分かんなかった。今私をバカにしたな。これでも紋章には詳しいんだぞ。テスト当日だというのに緊張感が全然ない。本当に大丈夫？なんとかなるもんよ。こういうのはもっと気楽に考えましょう。そういえばこの前のバルアとかっていう魔族とグレンおじいちゃんってどういう関係なのかな。やっぱりレナも興味があったんだ。今からおじいちゃんのとこに聞いてみようか。気になってたのよずっと。よし、テストまで少し時間がありそうだし行ってみようぜエリメ興味あるでしょ。ダディス先生なんかどうせテスト忘れてるんだからさ今から行ってみようよひでえなこいつらダディス先生のテストまでには持ってこようね。じゃあ決まりね。はーい。まあ、ダディス先生はいつも穴だから忘れてんのか遅れてんのか分かんないんだよな。ってことはまた街中巡ってイベント探しですか。まあ少なくとも東の端のあの家にいるんでしょうかね。
ほんとわかんないからな、居場所が。誰がヒント。まあとりあえずトリエル先生に話を聞こう。聞いたわよ、またとんでもないことしたわね、あんたたちは。もしかしてラルフ先生の頭に瓶をぶつけたことですか。呆れた、どうしてそんなことしたの。じゃあアンチたちを殴り倒したこと。あなたとはゆっくり話をする必要がありそうね。ねえなあ、自分でバラしちゃってるよ。水に流してあげないこともないけど、レナも少しは自重しなさいね。まったく、生徒が先生の立場をなくしてどうするの。いいじゃないですか、別にエマ先生が迷惑かけたわけじゃないし。レナのそういう性格が良くない、ダディ先生に言いつければよ。反省してます。自分の立場をなくすようなことをしてる人が悪いんですよ。みんな暴れるなんてどうかしてるよ。僕も暴れたいの。そんなの嘘だ。昨日生徒会長は皆さんのいないところで活躍していました。へえ、真っ先に逃げたと思ってました。私もよく存じませんが、本人からそう伺いました。そんなの嘘ですよ、嘘。あんな男は信じちゃダメ。嘘までついて生徒会長はアリバイを作っていたのでしょうか。アリバイ、さあ本人に聞くのが一番早いと思いますけど。あの生徒会長、これは僕にだけ聞かされたんだが、エリー君相当な活躍だったそうだね。あんたにだけに喋ったのなら、その話は喋っちゃまずいんじゃないの。鋭い指摘だ。僕の立場に関わることだからどうか秘密にしてほしい。うかつ。そういえば昨日あなたの姿は見えなかったけど、エリーが危ないとこだったのよ。いや、そのちょうど席を外していてね。まったくあんたは嘘バレバレだよ。なるほどね。学院長先生、そういや来週エピックハイフのズスカールスって、ね、日本語化ファイルあるんですね。ユニティ様々です。 W、 そうそう、あの来週のエピックの配給が出すはずなんですよね。私も見てびっくりした。昔、ね、発売直後に、ね、結構遊んでいて面白いって話を聞いたんで、私的には結構楽しみですね。え、結構難易度高めみたいなんで、そこを含めて期待でし、間違いなく期待でしょうね。いやー、日本語モッドってのはやっぱあの頃一番作るのがめんどくさい頃ですからね。今みたいにね、標準で日本語対応がほぼほぼない時期でしたからね。ね、本当ユニティ様々ですね。まあ問題はいつ遊ぶかというね、そこですか。まあ、そこが攻めてくるのか。これじゃみんな幸せになれない。この人は話聞いてるのか。君たちか、くれぐれもこの間のことは秘密だぞ。元気ありませんね、どうしたんですか。まったくあれで元気な君たちの方が変じゃないのかな。私たちは学園長みたいに責任がないからだと思います。エピックのランチャーって重すぎる。あー、確かにそうですね。あれなんか毎回毎回なんかデータ読みに行くから時間食いますよね。確かに重い。私も好きじゃないですね。だからといってね、エピック DRM のゲームはランチャーないと立ち上がってくんないし、一部 DRM フリーはあるけど大半がランチャー経由ですからね。なかなかちょっとめんどくさいですね。エピックか、本当ランチャーというかシステムは、あそこのああいったシステムが改良されませんよね。目指してるのはスチームなのかもしれないけど、全然 GOG ギャラクシーにすら追いついてませんからね。
お金かけるとこ間違ってるんじゃないですかね。そういう意味で言ったつもりじゃなかったんだ。そんなことはどうでもいいですから元気出してね。それでラルフ先生には謹慎とかはないんですか？ DRS は GOG にあるみたいですし、同じく DRM、うん、フリーですかね。だといいですね。そうすると本当ゲーム遊びやすくなりますね。遊ぼうと思ってゲーム立ち上げると、デスクトップのアイコンクリックするとギャラクシーじゃなくてエピックランチャー立ち上がってっていうね、あれ本当鬱陶しいですからね。ちょっと期待しておきますか。でもダスカンスがエピックに来るとなると、来月のアマゾンゲーミングあたりに来るんじゃないか疑惑もあるんですけど、どうでしょうね。私ちょっと思っちゃいました。いや、どっちにしても楽しみですね。PTIC に一気団結無料配信やってきますかね。W それはそれで意外とありかもしれませんよね。少なくとも3ソフトにとっては自分でね、普通に売らなくても無料配布されれば、通常売れた分の料金は代金は普通に支払ってくれるんで、実質めちゃくちゃ相当数出るみたいなんで、全然ありじゃないかな。3ソフトに元気になってもらいたい W ねえ。そして他のゲームも現代化して出してほしいですね。三足とかヘベレケ系とかね、リメイクしてほしいな。ダメかな。あとグッスンオヨドとか、グッスンオヨドとかね。昔のタイトルいっぱい出してほしいな。ほんと、ああいうところにね、三ソフトが、言い方悪いけど規制しちゃえばいいんじゃないかな。ね、ダメですか。ああ、禁止もないんだ。あれを誰かのせいにしていたら、私はグレン先生に怒られてしまう。どういう意味なんですか？何も聞いていないのか。何でもないから忘れなさい。ってことは、学園長も何かしら関わりがあるのか。しかし一気団結すごいですよね。一回遊んだら二度とゲーム遊べなく、マルチが遊べなくなるバグが普通にあったりとかね。いろいろと驚かせてもらいましたね。いや、恐ろしい。たまにはこっち行くか。あ、なんか上に人いたね。あ、人戻ってきてる。ヤソン先生は剣の他にも魔法だって教えてもらえる、教えてくれるんだぜ。へえ。真の男になるぞ。女は邪魔だぞ。差別。邪魔だ。この間のせいでさらに修行が厳しくなった。お前らさんについているものがついていれば、それはどんな意味なんですか？セクハラ、セクハラだ。何より驚きなのが、ネタとか抜きにあれを遊んでる子がそこそこいるって事実なんすよ。そう。発売直後、最大で1800人同時に遊んでたみたいですね。あれは驚いた。私はベータ、段階でもう、ある種見かけりましたけど。今何遊んでんだろう。一気団結。今のプレイ人数は今2140人遊んでる。今最大同時接続数を更新してる状態ですね。なんで。これどういうこと。なんでこんな人数遊んでんの。
かしいな。私が認識してる一騎団結はこんなプレイ人数いるゲームじゃないんだけど。あれれ、土曜のゴールデンタイムだぞ、W。 今はプレイしなくて誰がプレイするのか。あ、一応所有者は2万から5万だって。あれ意外と売れてるね。あ、でもこんだけ売れれば結構元取れちゃってんのか。開発費800、スチーム税引いたとしても1本5、600円だとして、そうだね、そうだよね。うん、あれ、もしかして一騎団結ってある種成功しちゃってる。おかしい、認識が。DWITCH 配信も影響しているんですかね。ああ、そんな遊んでる人いるのかな。一騎団結 Twitch、トゥイッチ。トゥイッチトップページいきなり再生始まるから嫌いなんだよな。うるさいんですよね。あ、意外とやってる人いますね。さらに5チャンネル。すべて。あ、意外とやってる人いますね。へぇー。ちょっと見て、ピング見てみたいんだけどね。どれぐらいなんだろう。うん。そっか。ある種話題のゲームってことで、それで遊んで興味持った人が買っちゃってんのかな。値段もまあ絶妙とは言わないけど高すぎませんからね。セール価格で、それを結果としてのあの人数なんですか。この3桁がいないのがなんとも W。 2桁中盤が限界でしたね。YouTube ライブだったら、もし、あるいはですか。はあ、こんな遊んでるんだ。はあ、買った人はほぼ遊んでますね。94.3% が1回ゲームオーバーだから、1回は遊んでるんだ。うん。ソロでクリアした人 0.2%。マルチでクリアは？マルチでクリア。あ、ただ16人生存でクリア 14%。 一度も死なずにクリア 16%。 あ、これだ、大官倒す 21% クリアしてるんだ。あれ、そんな難易度低いの？へえ、そんなもんなんだ。私の一騎団結のイメージはバランスおかしくてめちゃくちゃむずいっていうね。そんな感じなんだけど。はあ、結構調整入ったのかな。いや、ありがとうございます。うるせえ。ホマイラについてるものがついていればってことに対して、それはどういう意味なんですか。すぐにでも弟子にしたいという意味に決まってる。何を言わせるんだ。それはこっちのセリフよ。セニエよ、いつも電撃ばかりのようだが何が言いたいんだ。獣神族だろ、打撃技も得意そうだな。喧嘩なら誰にも負けたことがない。電撃と組み合わせてみろ、真の男になりたければ。あ、百鬼乱舞かな、ちょっと読み方わかんないな。どうだ、真の男にはなれそうか。なるわけないだろう。
ヤソン先生はこの前のことどこまで知ってるんですか？そんなことで喋らせようとしても無駄だぞ。この先生顔に合わず鋭いわね。確かに。RTA イベントで一騎団結が来ると予想します。 W 確かに あれある種 TA 的なことできますもんね。いかに早く大官倒すか、そういう TA がありそうですね。もしソロプレイか、もしくはチーム戦とかでやってくるのかな。確かにイベント的には面白そうですね。あの途中の賑やかしとしてね、RTA in Japan とかでね、ネタイベントとしての一騎団結マルチ対戦ですか。なかなか面白そうなネタですね。問題点としては画面分割で表示すると、あの見にくいゲームがより 見にくくなりそうで、ね、いろいろ難がありそう。特に画面崩壊しやすいから、そこも含めて配信的な意味合いでの難易度が高そうですね。ああ RTA とか W 確かにそれだとチーム戦じゃない分人集めやすいか。確かに。いや、多分ああいったところに出てくる人たちスーパーめちゃくちゃ上手い人たちばっかりですからね。確かに見応えありそうだけど、何やってるかさっぱり分かんないゲームになりそうですね。解説と実況がめちゃくちゃ大変そう。でも見てみたいな。いいな、やってくんないかな。誰かあの RTA in Japan の運営の方、まあモカさんとかにね、タレコミしませんか。イベントの企画としてね。何してんですか。むむむ、なんだったらね、あのイベントだけ3足とかに提供してもらって、ね、優勝者になんか商品出すとかね。3ソフトの協賛による一騎団結、ね、対戦とかね、イベント、そういったのでもいいんじゃないかな。3ソフトのあの妙なフットワークの辛さからして、声かければやってくれそうですよね。ダメかな。お、道場破りだ。そうなると FC 一騎も外せませんね。W エキシビジョン的な感じで。ねえ、あの一騎団結。あ、オリジナル一騎も同時に開催ですか。それはそれで見たいな。ただただ地獄ね。あ、やってくんないかな。結構面白そうですよね。せっかく話題になってるゲームだし、まとめて一気系イベントまとめてドカッとね。まあ今を逃すとタイミングなさそうですもんね。なんだ貴様は。ここはな、泣く子も黙るイヤソン道場だぞ。修行の邪魔だ。魔族か。うるさい邪魔だ。お、一発でピヨらせてる。ニピープレイを一人で遊べば上物系 RTA 要素出ますね。W なんか言いましたよね、あの足、手と足で両方使って遊ぶプレイヤーとかね。そういうプレイヤーだってありか、一人マルチプレイ。いいね。それはそれで見てみたい。あのコロコロカービィをね、あのゲームキューブ振って遊ぶような、ああいった、ね、見た目に面白い TA としてもいけそうですよね。あのプレイまた見たいな。あれは面白かった。ここには来るなと言ったろう。俺は真の男になった。表に出ろ。道場でやらないの。なんだかわかんないけど結末が気になる。
この人たちはどうしよう。ほっとけば気がつくだろう、きっと。立ったままピヨってやがる。キュー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 、何の面白みもない。工夫が足りない。息苦しいわ。一体どうなってんのよ。一体、さっきからこのままじゃないの。わからないっす。ずっと睨み合ったまま動かない。さすが真の男同士だぜ。こっちまで動けねえ。もう終わりか。今日のところはこの辺で勘弁してるか。おう、お前はそんなものか。もっと俺を熱くさせてくれ。それ以上熱くなったら真っ黒子になるわよ。すげえ戦いだったぜ。なんかコロコロボンボン系のノリですよね、この3人って。うかうかしてられねえな。あ、結局なかったことにされてる。あ、なんかイベントの絡みの会話がない。セーブするか。例えばさっき覚えた魔法なんだっけ。花姫乱舞なんだ。雷をまとい乱舞攻撃。なるほど。生徒が暴れてしまったのはラルフ先生のせいって本当なの。もう秘密にしてもいろいろ広まってるんだね。店がめちゃくちゃにされたんだ。誰に怒ればいいんだか全く。略奪されましたね。あ、やべ、ここ、まあいいか。ラルフ先生、遊びましょう。この子は怖いもの知らずというか。ああ、レナにそれだけはやられたくはなかったんだかな。何事もなかったようにが。どうしてですか？私わかりません。この子怖いな。そんなに落ち込むなよ。どうせ相手は魔族だったんだから。そうだよ、私なんか心配させてばかりだし。生徒に慰められるのも悪くないもんだな。ありがとう二人とも。頭が痛い。よく覚えてないんだが、私が何か言ってたかい。バル、ちょっとレナってば。いい、レナの顔見てたら何も聞きたくなくなった。この話は今後一切なし、秘書。で、いいだろ？責任取らないためにも放置ですか？これでセニアのことが書いてあるみたい。ほら、獣人族の暮らしだって。なんだよ、それ。いきなり嫌なタイトルだな。獣人族は洞窟などに住み、月、狩りなどで生活をしてる。その本貸せよ。わー、セニア落ち着いて。そんな本を捨てちまえ。私たちはみんな普通の生活をしてるんだ。分かってるわよ、こんな本は読まなきゃいいんだから。でも読むやつがいるし、信じるやつもいるんじゃないの。そうね、鋭いわ。かといってあれだからといってね、
粉症にしてしまうのももったいないから、ちゃんとそれをおかしなことであるってことを示すものを一緒に書けばいいんじゃないかな。巨大化魔法の本、何に使うのかしら。そんなの決まってんじゃない、レナの背を大きくするためだよ。ちょっとセニア。本の整理、まあラルフ先生が読んでいたのは確か、表現の自由を侵害しようとしてますねこの野蛮人。まあ確かに内容的にあれなのはそうかもしれないけど、だからといってそれをなくしてしまうのはね、間違いは間違いであることを、それを自信でっていうのもあれでしょうけど、この辺はなかなか難しいとこですね。さすがにキャンセルカルチャーには同意って聞かれる。もう少しで魔法を簡単に襲われそうだったのに、世の中そんな楽できるわけはないか。家の歴史、この顔をどこかで見たことある、グレンおじいちゃん、そんな大したおじいちゃんには見えないし、でもあのじいさんいくつなんだろう、歴史の本に載ってるんだもんね。まあいくつ生きていても私たちの敵じゃない。昔からこうなんだ。なんだこの置いてある本って変わるんだ。マズコのことが書かれた本もあったけど、やっぱり実践じゃ役に立たない。この本のタイトルは週刊イエン、読んでみようぜ。関東カラー特集、家に咲く青いバラ、魅惑のエマ先生特集。わ、綺麗、同じ女とは思えない。トリエル先生そんな人気なんだ。おまけに青バラって表現がすごいですね。この時期ってまだ青バラ多分作られてないですよね。2000年代に入ったあたりでようやく青バラってできたと思うんで、そういった意味合いも含めての珍しいっていう表現なのかな。やはりこいつゲイティだったか。あれですか、あの特定の特定のカテゴリーの人に人気がある系ですか。ラルフ先生って魔族の女の人と別れたんですって、クスクスクス。ひどいな、どういう風に噂が伝播してるんだろう。なんであの子いつも一緒に公園をうろうろしてるんだろう。いやそういう話はいらないから。魔族の謎が東にある、何の話でしょう。あ、なんか珍しくヒントがあるね。東ですか、東ってどこだ、あの橋が壊れていけないあの塔かな。あのラルフ先生が魔族にやられたのか、びっくりしたよ。魔族が高層た理由わかんないよ、襲われたこと自体初めてだし。そういえばこのさらわれた人たちって帰ってきてんだね。一体さらわれた最中何をされていたんだ、詳しく。俺は一体何をしていたんだ。おお、私は一体何をしているんだろう。あのレイナもさすがに男の子から襲われた時は
どことなく嬉しそうだったわね。なるほど。うん。これか？あ、これ、絵を描いちゃったか。うん。ラルフ先生を誘惑し、ブルーン先生と森へ行き、アンチたちを殴り倒したんですって？詳しいね。その誘惑と森への2点が聞き捨てならない。最後のはどうでもいいけど、 あいつらは本当に殴ってやればよかった。ちょっとセニアもエリーも反応しないよ。謎な情報が交錯してこうなったのか。噂は本当でしたのね。全くやらしいですわ。なんだと、本当は羨ましいだけじゃないのか。そんなことを一言も。全く勝手に話を作らないでいただきます。それはこっちのセリフよ。なかなかいいキャラだね。ここに魔族がね、何よ、私に任せてくれれば全部やっつけてあげたのに。うん。下1階が男子で2階が女子か。男の子ばっかり操られていたのいたわね。図書館に入れなかった罰よ、きっと。でもブラウンさんは一人で活躍したんだって、かっこいいわよね。うん。こっち側行ってないところはまだあるか。カジバとポーション。そろそろ実験材料、あ、イベントだ。頼む、どうか実験に付き合ってくれ。丁重にお断りします。よし、家の趣味、食べ歩きセラをしてやる。これでどうだ。えな、よだれよだれ。ケント先生、やっぱりやめておきたいんですか。まあその様子では使い物にならないかもしれんな。なんだい、はい、家の選択肢もないのか。うん、ケント先生が探してたよ、レナさんを。うん、人間が空を飛べるわけないでしょ。あの、君の目の前にいる人飛べるけど。この人をね、実験材料にするならば魔法を教えてくれればいいのに。ギブばっかりでテイクがないから全然美味しくないですね。この前はブルーン先生も活躍したんだってな。いや、皆さんみんな元気そうだね。レナさんの機嫌も元通りみたいだし、よかったよかった。そういうことを言うから。そうやって女の顔色ばかり見てるといつか失敗しますよ先生、なんてお母さんが言ってたんだけど。あ、あれ、全然状態になっていない。レナ、そういうのやめようよ。ねえ、レナさんっていつもこの調子なのかい。いつもはもっとひどいんです。ちょっとセニア、うん、あ、あれ枯れてる。ここにあったあの動く植物枯れてる。もうレナが主人公では。エリーがキャラが薄すぎて、なんか全然ね、 NPC みたいな扱いですよね。ちょっと主人公の扱いがひどいな。そうやって毎回一元多いといつか必ず失敗しますよ、うん、W。 ひどい目に遭わないとわからないやつですか。うん、魔族の女の子って色っぽいのね。ひどい目、ひどい目とは一体。あれが魔族か、人間とどう違うのか知りたいもんだね。どういう意味で。うん、
これでこっち側終了か。やっと一件落着か。あ、めでてえなと。魔法学園の薄い本あるのか？W ありそう。当時はあったんじゃないかな。あのルナ、多分ジャンル的にルナーがあったんじゃないかな。そのうちのサブジャンルとしての魔法学園ですか。あるんじゃないかな。結構ねえ、キャラは素材は悪くないけど調理方法がよろしくないタイプのゲームなんで、その保管を薄い本でしてもらえればいいんじゃないかな。いつか人と魔族も分かり合えるようになりますよ。人と獣人のようにね。一応アニメも映画でしたっけ、ホーブイエでしたっけ、それもあるんで薄い本ありそうですよね。エリーさん、セニアさん、いつもいろいろありますね。この人一見優しそうな雰囲気ですけど、あの天然系の毒舌の人ですよね。はい、いろいろ大変でした。でも今日ぐらいは静かにしてくださいね。授業の妨げになりますから。問題がずれてるような。この人は自分の目で見たことしか信じないんだな。そうでした。皆さん、一つ言っておきたいことがあります。何ですか、テレイナ先生。グレン先生には挨拶を済ませましたか？特典に入ってたトレカ、うん、主要3キャラがそれぞれ1枚170円で売ってる W、うん、マジで。え、ああ、確かにこれ初回特典だもんね。初回特典でカードコレクション的なものの通常入手できないやつだから、それで若干レアリティが出てるのかな。確かに170とか書いてありましたもんね。結構いろいろあるんだね。170じゃなくて100いくらでしたっけ。へえ、いまだにそういう需要あるんだ。いろんな意味でびっくりですね。いや、ありがとうございます。あれ、1万170円ってことは、私多分この魔法学園ルナって100円で買ったんで全然元取れるんだ。まあいいですか。あ、はい、うん、グレン先生、どうして魔族が家に来るのかしら。魔族を片っ端から倒せる歌はないのかしら。アンチ魔族歌魔法、俺の歌を聴き的な。あれ、いない。まあ、ただい先生はいつもあんなだから。ああ、そうか、こっからスタートしたのか。よし、じゃあ東ですか。なんか当初の目的完全に忘れちゃいましたけど。敵の植生変わってんのかな。変わってない。将が変われば敵が若干強くなるとか、そういった要素ないんだね。ってことはもう最後の最後までこの雑魚敵永遠と戦わなきゃいけないんだ。こ
ご冗談を。あ、必殺使ってみればよかった。いた。グレン先生に挨拶しましたかっていうのもやっぱり誘導だったのかな。まあそうですよね。一応2人のキャラで誘導はしてましたけど、ちょっと雑だね。何の脈絡もなかったもんね。怖いこと、怖い顔並べてどうしたのじゃ。もしかしなくてもこの前のことかの。当たり。じゃあ、私じさんのこと嫌いじゃないんだけどさ、どうせ私たち知ってること喋っても大騒ぎでしょ。なら最後まで教えてくれたっていいじゃない。自分たちの行動を脅しに使うのか。簡単に言うのを、この世の中そんな単純ならこんなに苦労はせんわい。おじいちゃん言いがけにして、もう私たち片足突っ込んじゃってるのよ。まあそう責めるな。あの女魔族がバルアというのは知っておるな。人の弱い心につけ込んでくる最も厄介な魔族じゃ。十分気をつけるのだぞ。それだけ違うでしょ。それじゃあ聞くけど、おじいちゃんはそのバルアが知り合いなのはどうしてなの。魔族が知り合いにいる人の言葉を頭から信用しようって、そういうことを言ってるわけではないつもりちゃうか。おじいちゃんさ、あまり見かけないけどどこで何をしてるの。とうとう質問に入ってるぞ。ま、まったくなぜ降格心を言葉だけがポンポン出てくるのだ。おじいちゃん、私も聞きたいよ。あの時のお城がどうして家にいるの。なぜ魔族が家を欲しがるの。あの男の人は誰。やっぱり家が目的なの。参った参った。エリンにまで言われると断りにくいの。でも嘘はダメだからね。そんなのすぐ分かるんだから。相変わらず口出しちゃだの。分かった分かった。言えることは言えることだけ言おう。少し引っかかる言い方だけど我慢する。バルアについては言うことはない。これはステイル先生とで同様、年齢たちだからというわけではない。あの男についても悪魔城を使って家を狙ってるとしかな。その悪魔城ってあのウェディングケーキみたいなやつ一体何なの。ブルグの洞窟で見たのは偶然じゃなかったの。噂はあったのじゃが本当かどうかわからなかった。子供たちをスカウトするついでに近くまで行ったので立ち寄ったら、まああの時一緒に見たと言っちゃ、それ以上のことは今は私も言いようがない。分かったよおじいちゃん。でもまた何か分かったら教えてね。なんかうまいことはぐらさがってますね。エリーが納得するならそれでいいや。それじゃあテストもあるし帰ろっか。サボっちゃってもいいけどね。どうせわからないって。冗談に決まってるでしょ。なんじゃ、今日はテストなのにこんなとこまで来とんのか。早く買いなさい。そうだ、ついでにこの魔法を覚えておくがいい。シールド、なんだ、テレポートじゃないのか。別にこんなことぐらいじゃごまかされないからね、おじいちゃん。きついの。まったくテストなら早う行くがいい。おじいちゃん冷たいじゃない。レナが言いすぎるからだよ。シールド、単体防御と魔法力をアップ。今回はちゃんと魔法力も上がるって書いてあるね。前作だと物理しか上がらないような雰囲気だったけど、実際
魔法防御も上がってましたからね。さーて、一体何回変化するんでしょうか。動きに滑らかさが足りない。シンボルエンカウントの時代が懐かしい。本当ですよ。あっちだったらまだ避けられるのに。今作ランダムエンカウントだからもうどうしようもないですね。まだ一歩。おお。ん？え？あの戦闘が終わったら町に入っていたんですけど。どういうこと？先生回復して。青いバラの人、ちょっとあなたたちダディ先生が探していたわよ。反省してます。全然してません。もう留年しても知りませんからね。早く行きなさい。いろいろとひどい。あの安定してる時にもしかして移動判定発生してんでしょうかね。どうなってんだろう。エリーメンして許してあげます。いいわね、二人とも。そんなのないよ先生、私もレナと一緒なの。いやセミヤ先生、釣れないことは言わないで。調子がいいね。努力しまーす。あれ？スクリーンショットが撮れない。あ、これってもしかしてあれかな？あれ？あれ？スクリーンショットが撮れない。まあいっか。おかしいな。お、イベントか。ちょっとスクリーンショット撮影する作業しようか。誰もいないよ。ほら
レナのせいでテストが終わっちゃったじゃないか。大丈夫よ。そうだ、予習でもしましょう。ねね。あれ、立ち上がんないな。ちょっとセニア、こっち来て。わあ、セニアって綺麗な肌してるわね。まだ14だもん、当たり前じゃんか。あ、そうなんだ。そうかな、そんなことないと思うわ。はい、終わったわよ。どう、エリー。セニア綺麗。レナが意外と上手じゃん。レナ意外と上手じゃない。そう？どういう化粧化粧魔法してくれたの？使ってみた方が早い。あははは。私も見てみたいな。その辺に鏡ないかな。セニア、早く試してみてよ。離れたぞ。じゃあ行くよ。あ、セニア、サンダーブレード覚えた。やった。ちょっとセニア、あんたね、レナが悪いんだろ。私は普通に使ったんだ。痛い。今回復の魔法かけた、ん？かけれるわ。うん、もう大丈夫。ごめん、エリー。ところで私の顔も大丈夫？確かにヤバそうだね。全員揃っておるな。ではテストを始めるぞ。ギリギリセーフ。さすが兄貴、こんなタイミングは正義の味方だけしかできない。あんたたち何よ、ラルフ先生の弟子になったんじゃなかん？なったんじゃないの。あれは体験入門だからといって君たちに何の関係があるんだい。もう助けてやらないから。別に助けてもらった方がないっす。助けてくれと言ったこともな。覚えてなさいよ。急に弟子が増えたような気がするが、まあいいだろう。さて、テストを行う。ここの地下に倉庫となっているダンジョンがある。そこから最近、在庫が見当たらないパラス石、コクス層、ペール水を探し出してくるのだ。うん。LUNA アハルなのにこいつらとラブコメとかないのか。なんかそういった要素を今のところ全くないですね。はい。それがないとわしの研究所では何もできん。それって忘れただけじゃないの？倉庫にはモンスターもいるから注意していくんだぞ。はーい。先に行くぜ、ハーバよ。あんただし、卑怯じゃないの、待ちなさい。ふん。3つ目。なんか棒読み必死に覚えてきたんだろうから、先生の努力をたたえよう。ひで。頑張りな。モンスターに食われんなよ。うん。魔法のテストなんだから、ちゃんと魔法力を有効に使わないといけない。こっから行ける地下倉庫に俺の先輩から頼ってみな。はーい。ってことは物理系に強いのが出てくるのか。結果はどうでもいいけど、結果が出るようにしなくちゃ。何をせんや、いいこぼちゃって。私には村の名誉がかかってる。よし、行こう。みんな、電撃大作戦ってもしかしてサンダーブレードのこと？まさかね。サンダーブレード、単体強力な雷の攻撃。消費 MP 多めですね。ニードルフェイザーな。まあ一旦目は、いやまあ一応試すか。ライ
って走ってるみたいな感じだね。あ、強い。しまった。ひおい、かするかよ。ないことはないか。マットマン。あ、肩。あ、でも3人で殴って一体倒せるならば、あ、十分いけますね。これが先輩？いつになったら出られるのかな、ブツブツ。風呂に入りてえな。また来ます。うん。この辺に特にあるわけではない。ある石像みたい。まったく悪趣味なんだから落書きしちゃうかしら。ダーディーズ。レナが落書きしようとするからだ。バカね、その前にセニアのつまんない話を聞いていたんでしょう。二人ともやめようよ。いいからもう一度だけよく見てみよう。わーって、あれ声だけみたいだね。何をこのお前、別に褒めてほしいってわけでもなさそうだけど、他の道を探してみよう。うん、裏から行くのかな、もしくは合言葉。うわ、いや、これ炎を効くかな。雷神。今逃げようとしたぞ。まだいけるか。一応セーブだけしとこう。ん？あれ？これで先輩に話聞くのか。そうだね。
あ、攻撃が分散しちゃった。まあこのターンじゃ倒せないか。なんかマットアローほとんどダメージ入らないから助かるね。次の戦闘で上がるかな。2歩ぐらいしか歩いてないんだけど。ってことはこの戦闘はスキル使っちゃっていいや。レベルアップで回復なかなかいいね。おお、2人で倒せるようになった。何してんですか？倉庫の整理をやらされてるんだよ。たく、やっとダディ先生の忘れ物探しの日が来てくれたか。深く考えないようにしておきましょう。あのパラス石黒層ペール水の場所を聞きたいんですけど。そんなのわからん、ん？そんなのわかんないな。ここは家で一番立ちの悪いとこなんだから。わかりました。私たちテストなんでこの奥に行きますね。あ、待てよ、倉庫の扉は入り口にあるマスクが鍵になってるよ。化粧魔法を使って何とかしないと開かないぞ。分かった、ありがとう。じゃあ死なない程度に頑張ってね。生意気なやつだなだから倉庫の扉は入り口にあるマスクに化粧を試してみなよ。一応泥棒よけになってのさ。ラージャ、
ダメージも十分減ってますね。ちなみに次のレベルまで必要なのは、はあはあ、400ぐらい。10回戦えば上がるか。いや無理だな。25回ぐらいか。いやさすが20回。15、6回。これ強いんだよな。花姫ランブでいっか。避けた。避けられた。だったら君はこのターン防御だ。あ、逃げた。まったくこんなことさせて何の意味があるのかしら。だからテストなんだろ。レナさ、お願いだから。大丈夫、分かってるわよ。ここは私に任せて、私が開けてあげる。ほう。アルテナ様に憧れた少女は青き星に祈り、星空に何を思う。美しな化粧よ。魔法なのに音程外しまくりだ。歌魔法かい。ダーディース、なかなか手強いわね。まあとにかく違う魔法を試さないとね。剣の舞う大地、あやかしの瞳をその心で立って、戦の化粧よ。ダーディース、今度は私がやってみる。空を飛ぶことを夢見て少女は天使に祈り続けました。翼よ、この結晶に命を。ちょっとエリー、そんな簡単な魔法でいいの？一番自信のあるのはこれだけだから。あの先生絶対どっかで聞いてるな。でしょうね。扉が開いたんだから少しは喜んでよ。仮面を通じて見てるんでしょうかね。ちょっと他見てみるか。いやーでもし、いやー一応見るか。今回アイテム探さなきゃいけないから、いきなり真相言っても3つ発見できない可能性がある。
本来こういうゲームなんだろうな。ちょっと数歩しか動いてないんですけど。通路正解なのか。まあ帰りに寄ってみるか。おい、何やってんのよ。あんたたち攻撃が甘いわよ。うるせえ、こんな敵俺様が本気でやれば。せっかくキロそらしてやったのに、どうしてとどめを刺さないのよ。このモンスターは。頑張れモンスター。ひねつぶしちゃえ。遠慮してんじゃないわよ。ああ、黙っちゃった。すごいモンスターだよね。モンスターが邪魔で進めない。頑張れモンスターってことは地下ルートが正解なのか。殺し合え殺し合え身盛り続くボイスで。なるほど、中の3文字が反応したのかなるほどな。コ RI ですねえ、俺雷神でやれたっけ。さすがに無理か。
間違った。あと160ぐらいか。これか。探し物の素材は。これ自分のターンが回ってきて、順番が回ってきて防御行動をしないと、防御主体発動しないのかな。行動遅いと防御すら守らないっていう、ままならないっていう、その可能性あるのかな。これってもしかしてパラス石、パラス石、石に見えないけど仕方ないわね。持ってるだけ持って、さっきの人に調べてもらうしかないじゃない。それじゃあ一人一個ずつ。謎の石、あ、取得アイテム謎の石になってる。なるほど。ってことはこれ一回ごとに先輩のとこに戻んなきゃダメなの。まとめていけんのかな。ちょっと二人のとこ、あの三人組のとこ行ってみようか。戦ってるな。ってことは一回ごとに行かないとダメなんだ。あ、なんだこれ。スパークジェリーだっけ。スパークジェルか。さすがねえな、あのバカども黙らしちゃったよ。でも重いよ。なるほど、石が重いから先に進めないよっていう。微妙に誘導的なことは言うけど、やっぱ根本的におかしいよね。まあ先輩のとこに持っていこうっていうのと、今の合わせればまあ珍しくまともな誘導されてるなと。あべ、一人やられちゃう。大丈夫か。
もうちょいで上がるはずなんで。62か。まあ先輩のとこにたどり着く前に上がるでしょう。中心で戦うゲームだと思うんだけど、エンカウントが多すぎて MP の回復ままならないから魔法がほぼほぼ使いにくい。故にね、エンカのおかげでレベルが上がるから魔法使わず物理で殴れるっていうね。ちょっといろいろとおかしなゲームですね。魔法とは一体。そうですね。この中からパラス石を見つけてほしいんですけど、ああ疲れた。この中に本物あるのかな。全部パラス石だよこれ。今までの苦労って何だったんだろう。じゃあ一個だけ持ってきましょう。ケイ、これ他のはあいつらに取られちゃうんだわ。回収しておきましょう。なんなら全部持って帰ってくれよ。ここも片付くしさ。そうだよ、あの3人組に取られちゃうよ。じゃあ3人組のとこ行って先進めることを確認したら終わりましょう。
10分ぐらいかかりそうだな。外す。戦略を練ろうと思うほど多様性もないし、面倒なだけだから物理で済ませちゃうよね。ねえ、本当、あの ルラ2ぐらいのねえ戦略性あれば十分なのに、それすらないですからね。キャラクター同士、敵とか味方含めて働き判定ないんで、その段階でねえ、あのあるのは魔法の範囲かそれ以外かっていうその一点だけで、ね、この戦闘の意味ってその一点以外何もないですからね。ほんとしょうもないですね。移動距離とかそういったものもないんで、だったら普通にターン制のドラクエみたいな方式で十分だと思うんだけど、あくまでルナ的なこういうキャラクターの移動があってアニメーションという戦闘をさせたかったんですかね。だからといってゲーム中のアニメーションとかバリエーションあるわけでもないしね。ただただ時間食うだけ。セーブするか。してくれ。クリティカルが入ってもエフェクトないからね、数字だけで判断しなきゃいけないしね。
回復。移動した。え？なんで移動したの？え？あれ？あれ？なんで移動できたの？今まで防御をした時に移動し指定しても移動しなかったけど、なんで？謎が深い W。 ちょっとどういうこと？敵の近くだとゾック発生してんのかな？いや、そんなのあるわけないか。敵が近いと移動できないとかそんなもんないよね。ね、よくわかんないですね。このゲーム、ちょっとよくわかんないとこで謎がありますね。一体どういうことなの？したいだけなんだけど。違う。僕たちは甘く見れないよ。あ、倒したの？いや、いるよね。どんなもんだ。見てやがれ、このモンスターをここまで追い詰めたぜ。何バカやってんのよ。一緒やってろ。ひでえ。特に喋れないね。こんだけの距離の移動に10分かかりました。じゃあ今日はここまでにしときましょう。電撃大作戦、なぜか電撃作戦だったら知ってるけどね。あー疲れた。このゲームはわけわからん。ほい。ま、若
干ちゃんと誘導が入るようになったんで、まだマシですか。どこ行ったらいいのかわからんがね、発生しないだけマシですけど。でも本当インカウントが半端なく辛いですね。まったく。詳細変え